こんにちは、りょうです。こう見てください。大量のいちご。私はいちごが大好きで、いちご狩りに行きたいなと思ってるんですけど、いちご狩りに行く前に制限時間30分以内にいちご100個以上食べきれるかをチャレンジしていきたいと思います。やるぞ。Close to the sun。だいたい食べ放題は制限時間があると思うんですけど、いつも元が取れないので、いちご狩りに行ってしっかり元が取れるように練習していきたいと思います。では30秒では30分測っていきます。ちょっと下手入れ。いただきます。開始。再開。うん、私いちごが大好きで、さっきも言ったんですけど、夢みたいです。私的には今日は余裕だと思ってます。10 12 15。まだ全然余裕です。今日のいちごの種類は紅ほっぺ。私は練乳とか絶対つけませんね。いちごそのものの甘さを楽しみます。21 2 4 30 40。だいぶ山がなくなってきました。50個目、あと半分、まだいけます。50 60 70。100。食べましたよ、こう。時間余裕ですね。あと12個あるんですけど、これはまた
明日のデザートで食べて行こうと思います。苦しいです、お腹が。100個食べました。ちょっと自分でもびっくりしてます。まあ、小粒だったんで、いちご狩りはもっと多分粒が大きいので、まあ、そうは簡単に100個はいかないかなと思うんですけど、100個いちご チャレンジ成功です。皆さんは食べ過ぎ注意してください。美味しかったです。一つ私の夢が叶いました。たこ焼きは断念したんですけど、よかったらまだたこ焼きの動画も見てみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。